上君。生活の党の村上文義でございます。最後の質疑者となります。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。それでは早速ではございますけれども、下村文科大臣に、まずお尋ねをさせていただきたいと思います。改めて申し上げるまでもないんですけれども、日本の教育予算、よく比較される OECD の中で対 GDP で低い位置にあるということは従来から言われております。また2012年のデータでも最下位という予算規模になっております。また25年度の一般会計、教育予算案ですけれども、24年度に比べて569億円減額というふうになっております。日頃から名実ともに教育立国を目指しておられる下村大臣でございます。熟知たる思いも終わりかと思います。現状についてのご見解をお尋ねをいたします。下村文部科学大臣。ご指摘のように、我が国の教育に対する公財政支出は対 GDP 比 3.8%、これは OECD 平均 5.8% でございますので、額にすると10兆円の開きがございます。特に就学前教育段階や高等教育段階において、家計負担が大きいことなどが諸外国と比較して高い数字になっているということが言われると思います。25年度の文部科学関係予算は5兆3558億円で対前年度比マイナス569億円でございますが、これは給与特例法の影響が主な要因であるというふうに思っております。しかしながら予算の内容としては、教育再生実行の基盤となる教職員等指導体制を整備するとともに、全国学力学習状況調査の失敗化、道徳教育の充実などによる日本の成長を牽引する人材の育成、またいじめ問題に対する総合的な取り組み、幼児教育の推進、奨学金事業の充実など、安心して夢の持てる教育を受けることができる社会の実現、そして知と価値を創造する大学力向上のための大学改革の推進などに重点を置いているところでございまして、人づくりは国づくり、教育への投資は個人だけでなく、社会の発展の礎となる未来への投資であることから、今後とも教育再生の取り組み、さらに加速するよう必要な教育予算をしっかりと確保していくように努力してまいりたいと思います。村上君。まさに今の、大臣の、現状への認識の中で、先日ですね、4月の3日ですか、日本記者クラブ並びに、翌日の閣議の後に教育目的税の導入の可能性について言及をされたという記事がございました。この真意についてお伺いいたします。下村文部科学大臣。現在中央教育審議会において第2期教育振興基本計画の審議が進められております。その中で欧米主要国を上回る質の高い教育の実現を図るために必要な教育投資の在り方などについても検討されているところでございます。教育投資を充実するためにはその財源の確保が重要な課題であり、税制によるものも含めさまざまな方法を考えていく必要があるというふうに思います。お金が必要だけども財務省に考えてくれということではなくて、文部科学省が自ら考えることが必要であると私は思いまして、現在省内の関係者を集めて意見交換を行うなど検討を進めているところでございます。ご指摘の教育目的税については他国の税制の状況なども参考にしながら私の試案として申し上げたものでございます。教育再生を進める上では必要な予算を確保していくことが重要であり、そういうことからも自ら考え提案をしていくことも必要だと考えているところでございます。
村上君。ありがとうございました。私もですね、教育予算の安定した拡充ということは、私も教育に対して、一定の思いを持っておりますので、予算を、先進国並みに、OECD の中で、平均ぐらいはやっぱりきちっと予算化すべきだと思っております。ただし、今教育目的税どういう形になるか分かりませんけれども、自主財源という形なのか分かりませんが、消費税そのものもですね、反対論がある強い中で、10% にもう間もなく上げようかという時期です。今の10兆円というその予算を現実に消費税で置き換えれば、4% 分の負担にならざるを得ないということを考えますと、国民に新たな負担を求める形で教育予算を拡充するというのは、今の段階ではいかがなものかなというふうに私は思っております。それよりもまず、一般会計の中で優先順位を、教育予算というものを優先順位を上げるとか、あるいは、予算の組み替えをする中で教育予算を拡充をしていくというのがより現実的なアプローチではないかなというふうに思います。それと合わせて人への投資、また、先端技術の研究開発へ、投資をして、いわゆる成長戦略の中にしっかりとこの教育という予算を位置づけて拡充を図っていくべきではないかなというふうに思いますけれども、この点について安倍総理のご見解をお尋ねをしたいと思います。下村文部科学大臣。ご指摘の点はですね、応援と理解をさせていただきました。で、私もですね、教育目的税に特化しているということではなくて、委員もご指摘のように、これから科学技術イノベーション、そしてそれに合わせる人材育成、またそもそも今の教育において、他国においても我が国の教育予算は大変少ないという中で、日本の未来は教育によって形づけられると思いますから、それについてはしっかり投資をすると。その財源については、柔軟な中で、しかしこれは文部科学省だけの判断でできることではありませんから、政府そして国民の皆さんに理解が得られるような財源のあり方についてもしっかり検討してまいりたいと思います。村上君。ありがとうございました。それでは時間ございませんので、次に移りたいと思います。まず総理にお伺いをしたいと思います。今までも何度も質疑が行われてまいりましたけれども、社会保障と税の一体改革についてお尋ねをしたいと思います。改めて1月21日に社会保障国民会議で安倍内閣としては三党合意に基づき一体改革をしっかりと進めて安心社会を作り上げていくと発言をされておられます。しかし実態としては自公民の実務者協議でもほとんどが平行線をたどって8月21日の国民会議の設置期限までに本当に結論が出るのかどうかということも懸念をされております。また4月7日の朝日新聞の中で総理の言葉としてはっきり言って民主党と一緒ではできないんだと、基本的な思想が違いますからという内容の発言をされております。総理として本気でこのいわゆる一体改革でまとめていくおつもりがあるのか、またもしそうであるならば参議院選挙の前に結論を出して、そして参議院選挙の争点とすべきだと思いますが、明確にお答えいただきたいと思います。田村厚生労働大臣。総理、
すぐに。少子高齢化がですね、世界に先立って進む中においてですね、この年金医療介護という問題、これ持続可能性は大変重要な問題であります。そんな中において、今議論がなされておるわけでございますが、いずれいたしましても、この参議院の前後というよりかは、あるべき姿というものを、8月21日、これ、国民会議の設置期限でございますから、これまでの間にしっかりと議論をいただいて、一方で、若干なりとも意見が違っている部分はあると思うんですけれども、そこは実務者の方々が3党でですね、いろんな、協力をしながら議論をしていただいているわけでありまして、その議論を待ってですね、最終的には方向性を決めていくという話でございます。安倍内閣総理大臣。社会保障と税との一体改革はですね、これは社会保障の安定財源を確保するということと、同時にですね、財政健全化の同時達成を目指す観点から取り組むべき課題であったですね、自民党と公明党と民主党3党で、3党合意に基づいてですね、しっかりと議論して改革を前進させていく必要があるということに考えています。社会保障のあるべき姿については、これは参議院選挙のですね、前とか後に関わりなくですね、しっかりと議論していくことが私は重要であると、このように思います。今後社会保障制度改革推進法に基づいて8月21日の設置期限に向けて国民会議で引き続き精力的にご議論をいただき、改革を具体化していく考えであります。村上君。いずれにしましても、この一体改革は消費税増税といつにしております。10月には増税をするかどうか決めるという状況でございますので、当然ながら参議院選挙はその直前の国民の声を聞く場ではありますので、ぜひそういう意気込みで、結論を得ていただきたいと思います。それでは最後になりますけれども、アベノミクス、国民の中でも大変期待が高いということは、誰もが承知をしております。そして併せて国民も、少しでも早くデフレを脱却をして、給料が上がって生活が楽になればなという強い期待を持っておられることも、事実だと思います。そして、総理ご自身も、自らの経済対策に対しては相当強い自信をお持ちだと思います。今、国民は、一般質疑でもちょっと比喩で出しましたけれども、おいしい匂いを嗅がされている、蒲焼きのおいしい、匂いを嗅がされている、でもまた食べてないという、でも食べさせてくれるのかな、そういう期待感だと思います。総理、改めて、総括質疑の最後として、物価安定目標 2%、これを、2年の間にきちっと蒲焼きを国民に食べさせていけるのか、そのことをこの場で国民の皆さんにお約束していただけないか、そのことをお尋ねをして質問を終わりたいと思います。安倍内閣総理大臣。おいしいメニューとですね、料理があるからこそ匂いがしてくるわけだって、そもそもそれがなければ匂いもしてこない、わけであります。我々しっかり今メニューを揃えておりますし、できるだけ早い段階で、全国隅々まで皆様に実感をしていただけるように努力をしていきたいと思っております。村上君。あまり蒲焼きも焼けすぎますと焦げて食えなくなってしまいます。国民は、やはり食べ物の恨みは怖いということも、申し添えまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて村上君の質疑は終了いたしました。これをもちまして締めくくり質疑は終了いたしました。以上をもちまして平成25年度予算3案に対する質疑はすべて終局いたしました。